母親が病院以外に身元を明かさない内密出産を運用する熊本市の慈恵病院、今日9例目となる出産で初めて帝王切開を実施したことを明らかにしました。帝王切開にあたりまして、通常はご家族にお話をして同意を取らなければならないんですけれども、ご本人がどうしてもそれは困ると、それはできないということでした。そこでご本人の同意のみで帝王切開になりました。1月に9例目の内密出産があったことを公表した慈恵病院。母親は東日本在住の成人女性で、親に知られたくないと病院に相談。女性は陣痛が来る前に入院しましたが、骨盤の大きさに対して赤ちゃんの頭が大きく母子に危険があったため、女性の同意を得て帝王切開を実施しました。出産後は母子ともに健康で、女性は退院し、赤ちゃんは乳児院に移されたということです。慈恵病院では通常大量出血で命に関わる恐れがある帝王切開を行う際には家族の同意を取っています。しかし今回は親には知らせたくないという女性の強い希望があったため、相談室長だけが家族の連絡先を聞いた上で帝王切開に踏み切りました。皆様報道されて、けしからんという世論になるかもしれません。もちろん反対のご意見も明日以降いただいた上で、少しずつ根付いていくといいなと思っています。